お電話ありがとうございます。シノーメレコーズお客様相談室担当藤田でございます。入っとらんですよ。あ、はい、何度聞いても入っとらんですもん。あ、入っていないとおっしゃられますのは何が入っていなかったんでしょうか。お宅のね、とこで出してるミュージックアルバム買ったんですけどね、はい、あ、ご購入ありがとうございます。 ありがとうございます。あのね、それ買ったんですけど全然歌わんもんね。喋ってばっかりっていうかね、なんかそのミュージックが始まらんですもんね。歌が入っとらんですよ。あ、それでございましたか。ちなみにご購入いただいたのは何というアルバムでしたでしょうか。これはね、何だろうかね。もしあのお手元に CD ございましたら、アーティスト名とタイトル名をお伺いしてもよろしいでしょうか。これはちょっと読めんね。これなんて書いてあると。あのタイトルだけでも。これはこちらの問題ね。読めんというのは。かしこまりました。今回のご質問では内容の確認でございますが、お客様でご購入いただいた CD の中に、音楽いわゆる楽曲が入っていないということでよろしいでしょうか。入っとらんね、何度聞いても。あ、それでございましたか。最初から最後までずっと何かこうおしゃべりが続くということですか。そうね、皆さんの CD に音楽入っとって多分自分のだけ抜けとるのかなと思ってですね。これ工場はどこですか。あの CD はどこで作ってますか。はい、あの国内で生産しております。あ、そうね。なんで音楽が抜けるのかなと思ってちょっと不思議かな。不思議ね、これはね。申し訳ございません。それではこちらの方でですね、情報がないか一度お調べいたしますので、恐れ入りますが、少々お電話お待ちいただいてもよろしいでしょうか。早くしてね。はい、かしこまりました。出かけないにいかんから。あ、はい、かしこまりました。それではお待ちくださいませ。お客様大変お待たせいたしました。ご購入いただきましたのはあのガキレンジャーのアルバムでよろしかったでしょうか。あ、そうね、それと思うよ。あ、かしこまりました。申し訳にくいんですけれども、お客様がご購入いただきました CD には今回ですね、音楽が入っていないアルバムとなっております。あ、もう入っとらんと。あ、申し訳ございません。ミュージックアルバムなのに。あ、入ってないと。申し訳ございません。これはもう由々しき問題と思いますけどね。あ、お金を払っとるのはこっちですからね。あ、そこの工場にちょっと私はお伺い立ててもいいかなと思ってるぐらいの気持ちではおりますけどね。申し訳ございません。まあ、確かに弊社といたしましては工場ですね、東京大阪熊本と。どこにあると。大阪熊本。あ、はい、今回のですね、私は熊本に住んどるよ今。なんならすぐ行けるよ。あ、はい、現茶とかで、ピャーって行くよ。50キロぐらい出して2分で着く。2分で着く。あ、はい、ですね、お客様、弊社の工場なんですけども。あると、その工場。あ、はい、実は熊本。どこにあると。どこにあると。それ浜だね。いや、浜だにあると。です、ね、いや、熊本市の日本木という場所に工場。日本木ね、日本木に住んどる、はい、私は日本木に住んどるね、ずっと。ご近所でございましたが申し訳ございません。もう代々住んどるもん。あ、はい、墓もある。あ、はい、ただですね、お客様、熊本の工場の方にもですね、先ほど問い合わせの方を取らせていただいたところ、工場で特に音楽が抜け落ちたわけではないという結論になりました。あ、そうね。はい、じゃあ工場の責任ではないと。あ、伝えてございますね。不思議ね。じゃあ配達業者かね、これね。配達業者のなんか配達する途中でこの曲が抜けたとかね。あ、はい、こちらの方もですね、落としたとかね。曲は落としたとかね、その人はね。こちらもですね、私の方で念のため東雲運送の方にもお問い合わせ取らせていただいたんですが、特に何か配達物を落としたということもなく、また今回の場合でしたらやはりご購入いただきましたこの CD パッケージになってますので、本来であれば抜け落ちることもないかと思うんですね。そうね、じゃあ私だけってことね、これはね。まあ、これが一度お調べしたところ、まあ、ご購入いただいた皆さん音楽は入っていない今回アルバムでございまして。皆さん入っとらんと。あ、はい、そこがなんかクレームのいっぱい集まったとじゃないと。あ、まあそうです。私だけってことじゃないんだったらまあ少しはいいけど、そう、じゃあ何の目的でそうやってミュージックアルバムを作ってるんでしょうかね、そちらはね。まあ、確かにお客様がおっしゃられます通り、まあ、ご購入いただきました今回ガキレンジャー記念の10枚目のアルバムでですね、そうね、音楽が入っていないというクレームはもう多方面から多々いただいておりまして。そうでしょ。私どもの方といたしましてもですね、制作いたしましたそのガキレンジャーメンバーの皆さんの方にですね、まあ、どういうことかということで、まあ、しかるべき担当部署を通しまして指導の方は入れさせていただいております。言っといて、それはもう本当に申し訳ございません。うんうん。
これ返品できると、それで。申し訳ございません。一度ご購入いただいたものにつきましては返金はできかねます。そうね、まあ、それだったらちょっと一つアイデアがあるんですけど。アイデア、はい。逆にね、私がそれをなんか歌入れて、はい、送り返すっていうのはどうでしょうかね。お客様があの歌を入れて送っていただく。そう、これはなんか斬新でしょうか。まあ、斬新と申しますか。はい。なんかそのそういう手続きをする踏むにはどちらに こちらでよかですかね。そのデビューしたいんですけれども、はい、デビューを行われたいということで。デビューを行われたい。はい、デビューを行われたいです。あのお客様、デビューにつきましてはですね、あの私どものホームページのですね、あのエントリーシートの方からですね、あのお客様で応募していただくという流れになっております。エントリー？ポエトリー？いや、あのポエトリーではなくエントリー。エントリー？はい、エントリーシートでございますね。あのもちろんあの弊社といたしましてもお客様でですね、あの応募いただけるということでお待ちしております。あ、デビューはじゃあできるってことで。あの今私どもの方でですね、このようにあのできるかできないかという判断は私どもほどできかねまして。あのね、はい、小学校のね卒業アルバムでね、歌手になりたいっても書いてですもんね、はい、私は卒業アルバムに書かれたということでございますね。卒業アルバムにも書いてしまったですけどね、それはもうちょっと過去に戻るってことできるんでしょうか。まあ、そうでございますね、うん、過去に舞い戻ってね、あの頃の自分に出会って過去を変えるっていうことはね、できんでしょうか。あ、誰一人できんよ。申し訳ございません。人間は、はい、うん、じゃあどうする。どうする。じゃあどうする。どうする。いや、今自分に聞いたとおりです。あ、失礼いたしました。私はどうする。自分に嘘はつけない、デビューします、こういうわけですね。じゃあデビューできるということでいいですか。ご応募いただければ審査がございまして。審査？あ、ポエトリーリーディングでしょ。エントリーシートでございます。エントリーの方ね。あのそれをね、なくそうって言ってるわけですね。あ、はい、うん、あのエントリーシートでの応募のお話でございますか。その審査をなくそうって話です。申し訳ございません。ダイレクトに行こうって。あ、ダイレクト、ダイレクトにデビューはさせてくれんかね。弊社のホームページの右上、あの新人デビューというボタンがございますので、そちらをカチッとクリックするとエントリーシート出てまいります。どこってどこにあると。あ、はい、あの日本語にあると。いえ、あのエントリーシートはホームページの右上でございます。ホームページの右上ね。日本語にはございませんので。なんかもう詐欺っぽかね、オタクは。え、お父さんに言うよ。お父さんに言えばもうビャーって行くよ。ビャーってすぐ。申し訳ございません。2分で着く。申し訳ございません、お客様。あの、ただ熊本にございますのは、あの、しのめレコーズの工場でございまして。あ、そうね。工場には電話しとらんですよ、私は。あ、はい。工場にも指令が行くでしょ、あんたんとこから。いや、もう。司令部ね。いや、あの、司令部。違うと？あの、申し訳ございません、お客様。司令部と申しますと。いや、もうね、もうよか。もう今日という今日はもうよかよ。言い訳に言い訳を重ねて、詐欺まがいのことをして、歌の入ってないミュージックアルバムを送りつけて、途中の業者のせいにして。だから何でも、知らん！二度と買いませんからね。あ、お客様！